皆さんこんにちは、工藤ひなきです。本日もアニメまたはキャラクターのご紹介をしていきたいと思うんですけれども、実はですね、急遽オープニングの撮り直しをさせていただいております。というのもですね、今回はまさかあの子が闇落ちしても可愛いアニメキャラ参戦ということで、3人の闇落ちキャラをご紹介しようと思ったんですけれども、1人目の紹介の時点で動画の録画がね20数分経つっていう、なるべく1本を20分以上いかないようにしたいと思っていたんですけれども、1人目の紹介の時点で20分以上経ってしまって、3人ご紹介したら1時間経つなと思いまして、分けさせていただこうと思います。ちょっと1人目の紹介という体でお話を進めているので、もしかしたらどこか違和感があるかもしれませんが、本日は闇落ちしても可愛いアニメキャラのご紹介かと。というわけでお一人の紹介となってしまうんですけれども、どちらかと言いますと闇落ちキャラから見るそのアニメの面白さみたいなところも語っておりますので、よろしければ普通にアニメの紹介動画だと思って見ていただけたら嬉しいです。本題であるまさかあの子が闇落ちしても可愛いアニメキャラの紹介に移りましょう。本日はですね、まさかあの子が闇落ちしても可愛いアニメキャラ参戦です。というわけで本日は闇落ち TV で闇落ちキャラについて取り扱っていこうと思います。闇落ちというのはですね、良心を持ったキャラクターが仲間が亡くなることにより、また裏切ることによりライバルへの劣等感や執着心、さまざまなことからですね、自ら望んで悪人になることを闇落ちと言います。まあその逆をね、光落ちとも言いまして、最初敵として登場するキャラクターが後々改心して主人公の仲間になることを光落ちと言います。で、今回は闇落ちしても可愛いということでね、ファンタジーなアニメ作品から闇落ちして姿が悪寄りに変わったとしても、例えばね、ちょっと目の色が暗く光がなくなって暗くなったりとかしても、闇に落ちた姿であってもとっても可愛いキャラクターを選んでまいりましたので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。そしてですね、一つ注意点がございまして、動画のねこの先ネタバレが含まれております。というのも闇落ち過程の説明等でアニメのストーリーをお話しさせていただきますので、題名を聞いてねまだ見てないよっていう方、もしくはネタバレ禁止、自分で見てから見ますという方は動画を閉じていただければと思います。それでは早速1人目の紹介に移りましょう。それではですね、まず1人目なんですけれども、2011年に放送されましたテレビアニメ魔法少女まどかマギカより時間操作の魔法を扱うあけみほむらちゃんです。まあね、あけみほむらちゃんの闇落ちは悪魔ほむらちゃんについてなんですけれども、闇落ちするのはテレビアニメではなく劇場版の方なので、テレビアニメを知っている前提といいますか、今から少しお話をさせていただくんですけれども、テレビアニメを踏まえた上でお話をしていきたいと思います。そしてね、悪魔ほむらちゃんという子はちょっとだけ取り扱いが難しいキャラクターでね、もう一人目になぜ選んだのかっていう感じなんですけれども、まあまあまあ、私悪魔ほむらちゃん大好きなので、皆さんにも魅力を知っていただければ、魔法少女まどかマギカ1ミリも見たことがないという方でも魅力を知ってもらえるようちょっと語らせていただけたらなと思います。魔法少女まどかマギカテレビ版のストーリーなんですけれども、普通に日常を過ごしていた主人公のかなめまどかちゃんがある日インキュベーターというね、キューベイという存在に出会い、魔法少女としての過酷な運命をたどっていく物語となっております。で、あけみほむらちゃんという今からご紹介する子はですね、ストーリーの1話目なんですけれども、1話目で主人公のまどかちゃんに結構意味深な発言や、魔法少女になってはダメよ、不思議なね助言を、魔法少女っていう力があることを知って魔女を倒すというね役割で人々の役に立てればなって思っていたまどかちゃんに、魔法少女になってはダメよっていう忠告をする、まあ味方なのか敵なのかわからない子なんですけれども、ストーリーの中盤の方を、まあ物語がアニメの物語が進むにつれて、なんとなんとほむらちゃんはですね、まどかちゃんのためを思って、魔法少女っていう存在は実はどんどん魔女を倒すことによって汚れを溜めてしまって、自分自身が魔女になるという運命をね辿ってしまったり、悲しい魔女との戦いで命をなくしたりするっていう悲しい運命、結構悲惨な運命を待ち受けているので、彼女を止めるために時間をね、自分の時間操作の魔法を使って、
まどかちゃんを助けるためにオムラちゃんはずっとずっと繰り返し彼女を助ける道を探して、何度も何度も彼女のことを止めきれず亡くしてしまったり魔女になってしまうところをずっとずっと見てきたっていうことが明らかになるんですね。そこでまどかちゃんのためを思ってホムラちゃんが行動していたことがわかるんですけれども、彼女はですね、なんと劇場版魔法少女まどかマギカ新編の反逆の物語で闇落ちを果たしてしまいます。そんな闇落ちした悪魔ホムラちゃんはですね、なんとなんと、とってとても綺麗なんでございますよ。見た目はですね、バレリーナっぽい真っ黒な露出の高い服装になって、なんと背中からですね、黒い羽、羽を支える骨の部分って言えばいいんですかね、は白いんですけれども、羽の部分が黒い、すごく綺麗なコントラストの羽を生やし、魔法少女になるためにインキュベーターと契約を交わすと、自分の命を魔法少女の変えるためのね、道具として切り離すんですけれども、飲み込むって言えばいいんですかね、砕く口で。劇場版の彼女が悪魔になる過程がものすっごく綺麗なんですね。で、頭にはですね、カチューシャのようにまどかちゃんのトレードマークであるリボンを結んでありまして、いかにもまどかちゃんの要素が詰まっている姿でもあるんですけれども、魅力的な姿になるまでの劇場版映画のお話をさせていただくと、実はですね、魔法少女まどかマギカアニメの最後の方に、主人公のまどかちゃんが、魔法少女たちが実は魔女になってしまう、魔女にならなかったとしても悲惨な運命をたどってしまうっていうことをなんとか変えようとして、自分が魔法少女になる時の願いとして、つまりまどかちゃん自身が犠牲になることで魔法少女が魔女になるっていう宇宙の法則を書き換えます。つまりはまどかちゃんが魔法少女たちの間でまことしやかにささやかれていた都市伝説的存在である、魔法少女にとっての救いである円環の断りっていうものにまどかちゃん自身がなります。円環の断りがあることによって、魔法少女たちは自分が魔女にならなくて済むと、人を恨んで魔女にならずに済むと安心して戦うことができるようになります。その代わり、なんとなんとまどかちゃんはですね、誰の記憶にも残らず消えてしまいます。彼女は魔法少女として悲惨な運命をたどる魔法少女の最後に現れ、その魔法少女を救うという役割を持った円環の断り自身になるんですね。それでも人の中の呪いといいますか、憎悪といいますか、望み的なものは全てなくなるわけではなく、彼女は全ての魔法少女が救われるっていうことを願ったので、魔法少女ではないんですけど、魔獣みたいなものが存在してしまうですね。結局それと戦う魔法少女たちは安心して戦えるということで、ホムラちゃんはですね、最後まどかちゃんがいない世界で一人魔獣と戦っていくっていうお話でアニメが終わるんですが、劇場版になりますと、なんとその円環の断りという魔法少女が安心できる救いができた世界で、キューベイが、つまりインキュベーターというね、魔法少女を作り出す元となったね、存在がホムラちゃんで魔女を作る実験をしていたんですね。そのせいで不完全に魔女になってしまったホムラちゃんができるわけです。で、その不完全に魔女化したホムラちゃんのために、その彼女を救うべく、主人公のね、まどかちゃんとその仲間たちがですね、最後、本当に最後の最後、ホムラちゃんが魔女になるというところで、こう救いの手を差し伸べるホムラちゃんを迎えに行くんですが、なんとですね、自分のことを救いに来たまどかちゃんのことをホムラちゃんは強引に引き寄せて、円環の断りの人間であるまどかちゃんの一部をこう切り離してしまうんですね。まどかちゃんが必死に自分の願いを使って変えた宇宙の法則をホムラちゃんはですね、また悪魔ホムラになることによって書き換えるんですね。その悪魔ホムラちゃんの魅力的な部分なんですけれども、闇落ちの理由、つまり悪魔ホムラちゃんになるためのエネルギーって、ホムラちゃん曰くまどかちゃんへの愛なんですね。これは、キューベイ自身がどういうつもりなんだと、どうしてそんな姿になったんだって聞いた時に、キューベイというインキュベーターという存在は、魔法少女が希望を持つ力と、そこから一転して絶望する、そのエネルギーの、希望と絶望のエネルギーの落差を自分の暮らしている場所のエネルギーに変換しているんですけれども、その希望でも絶望でもないその力は何だって聞くんですね。そこで悪魔ホムラちゃんは、それはこの力は希望も絶望も超える
愛なのって言うんですね。もうその闇落ちするほどの深い愛っていうのが悪魔ホムラちゃんの魅力でございます。悪魔ホムラちゃんはですね、まあ、宇宙を書き換えたと言ったんですけれども、まどかちゃんが魔法少女でない友人に会えなくなる円環の断りに自分がなることによって、魔法少女でない家族とか周囲の人々に会えなくなるからちょっと辛いなって言うんですね。そこから普通の人間としてまどかちゃんが死なないように魔法少女にならないようにもともと動いてたんですけれども、さらにまあ普通のね生活ができるようにまどかちゃんが幸せに笑って暮らせる世界を作るため、つまりまどかちゃんのために世界を書き換えるため闇落ちをするんですね。それだけじゃ終わらないのが魔法少女まどかマギカでございます。魔法少女まどかマギカの面白い部分っていうのがですね、魔法少女でない友人たち、周囲、家族と魔法少女の存在を知らない今まで関わってきた人たちに会えなくなることは辛い、寂しいって言ったこのまどかちゃん自身が本当のまどかちゃんなのか、ホムラちゃんがいいように勝手に解釈したまどかちゃんなのかっていう、まどかちゃんが本当に思っていることなのかっていうのが、なんと視聴者私たちに解釈が委ねられているんですね。なので悪魔ホムラちゃんに関して、魔法少女まどかマギカのエンディングに関してもう考察がたくさんあるんですね。あまたに考察が存在します。まあ、そんなところが面白いんですが、アニメ版の方ではまどかちゃんは寂しい思いをすることを承知の上で、今まで自分のために頑張ってきたホムラちゃんのために、他魔法少女たちが安心して安心できるようにアルティメットか、つまり円環の断りになるんですけれども、ホムラちゃんはその思いを組むことができず、自分が満足する結末に向けて行動した結果の闇落ちということで、彼女こそ真のダークヒロインなんじゃないかっていう、ダークヒロインの完成形っていうね、そんなところが悪魔ホムラちゃんの魅力でございます。もうなんとももどかしいんですよね。よろしければ皆さんもね、見て、まだ見てない方は見て考察をしてくだされば、逆に魔法少女まどかマギカ大好きだよって方はコメント欄でね、自身の考えとかどういう思い派なのかみたいな、いろいろいらっしゃるんですね。どの立場なのかっていうのを教えていただけたら嬉しいんですけれども、私工藤ひなき個人といたしましては、まあ、彼女が闇落ちしたのは劇場版魔法少女まどかマギカ新編の反逆の物語ではあるんですけれども、まどかちゃんの死、今までまどかちゃんを助けるために何回も時間をループして模索をしていたんですけれども、ループしてない一番最初にホムラちゃんはまどかちゃんが魔法少女として亡くなってしまうところに直面して、まあ、そこでループを決意するんですけれども、そのまどかちゃんが亡くなったっていう、その死に直面した時点で闇落ちの片鱗といいますか、闇落ちへの一歩を辿っているんじゃないかって私は考えております。そう、決定的に闇落ちしたのはもちろん劇場版なんですけれども、闇落ちっていうのが始まった、闇落ちの開始はまどかちゃんが亡くなったのを見たところなんじゃないかなと私は考えております。なのでどんどんループしていくうちに、自分の考えがダークサイド寄りといいますか、まどかちゃんの思いと反してしまうことに気づくことなく、自らの意思でその道へ進んでいったんじゃないかなって思っております。というわけで、テレビアニメ劇場版ではございますが、魔法少女まどかマギカよりあけみホムラちゃんでした。